カウンティングクローズ。カウンティングクローズは、1991年にアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコで結成されたロックバンド。アダム・デュリッツを中心として作曲される歌は、平凡な人生で感じる思いが題材とされることが多い。サンフランシスコベイエリアのローカルバンドであるヒマライアンズのボーカルであるアダム・デュリッツと、プロデューサー兼ギタリストのデビット・ブライソンで、 1991年にサンフランシスコでカウンティングクローズを結成した。カウンティングクローズは最初のうちはアコースティックデュオでありバークレイやサンフランシスコの周辺でギグを打った。時々彼らの友人のギタリストであるデビット・イマーグルック後に正式メンバーとなるや地元の他のミュージシャンも参加した。それらのミュージシャンがこのバンドに参加したことによりイマーグルックは 他のバンドのメンバーを務めていたため、カウンティングクローズ加入は辞退したカウンティングクローズは、UO からフルバンドへ転換し、デモをいくつか録音した。1993年までに、バンドメンバーは次のように固定された。デュリッツが、ボーカルと時々ピアノ、そして主なソングライターを担当し、ブライソンが、ギター、マット・マリーが、ベース、チャールス・ギリングハムがキーボード。 スティーブ・ボーマンがドラムスである。同じ年、バンドは、ゲフィン・レコードと契約した。1993年1月16日、このバンドはまだ無名だったにもかかわらず、ロックの伝道のセレモニーで、バン・モリソンの代役として出席し、ロビー・ロバートソンから熱心に紹介された。セレモニーでは、バンドは、バン・モリソンのキャラバンを演奏した。カウンティング・クローズは、 最初からライブでのパフォーマンスを重視した。そして、1993年の後半に、ティー・ボーン・バーゲットがプロデュースした、ファーストアルバム、オーガスト・アンド・エブリシン・アフターを発表した。ファーストシングルの、ミスター・ジョーンズは、デュリッツの幼馴染みのマーティ・ジョーンズ、ヒマライアンズのベーシストとケニー・デイル・ジョンソン、リス・アイザックのバンドである、シルバー・ストーンのドラマーをモデルにしたもので、彼らのビッグになりたい。 ミュージシャンの夢をデュリッツは楽しんで歌った。しかし、その数ヶ月後となる1993年12月に MTV がこの曲のビデオを再生し始めたことをデュリッツは知らなかった。そして予想外の大ヒットとなり、バンドを一躍スターダムにのし上げた。オーガストエブリシングアフターはニルバーナのネバーマインド以来の最速の売れたアルバムとなった。 このアルバムは700万枚も売れたが、この成功がバンドに被害をもたらした。ドラマーのスティーブ・ボーマンはバンドを去り、デュリッツは神経衰弱で苦しむことになった。1995年はバンドはギグを2回のみこなし、デュリッツはセカンドアルバムリカバリング・ザ・サテライツに入る楽曲の制作を行った。1996年10月15日に発表された。 このアルバムでは1994年前半からバンドに参加していたセカンドギタリストのダン・ビッカリーがバンドメンバーに追加されたミスター・ジョーンズがもたらせた突然の人気に対する不安をこのアルバムに収録された Have You Seen Me l e やリカブリング・ザ・サタライズで歌っているこのアルバムは人気によって破壊された家族や社会生活 心を元通りにしようとするためのお粗末なコンセプトアルバムと評された。1997年7月、デュリッツは生体を痛めてしまい、いくつかのギグをキャンセルした。そして回復させるためしばらく休んだ後、ニューヨークのハマースタインボールルームでライブを行った。このコンサートの模様が2枚組ライブアルバム、アクロサ・ワイヤー、ライブ・イン・ニューヨークとして、 1998年6月に発表された。1999年、カウンティングクローズは、ウッドストック1999で演奏した。同じ年、バンドはアルバム、ディス・デザート・ライフを発表し、その収録曲のハニナー・ウンドとカラーブリンド映画、クルーエル・インテンションズでも使用された。また、このアルバム発表後で、アルバムのためのツアーの前に、 長年の友人、デビッド・イマーグルックが、バンドの正式メンバーとなった。2002年7月9日、バンドは4枚目のスタジオアルバム、ハード・キャンディを発表した。このアルバムには、ジョニー・ミッチェルの楽曲、ビッグ・イエロー・タクシーのカバーも収録されている。その曲は、バネッサ・カールトンが、シングルエディットで、バックボーカルとして参加し、映画、トゥ・ウィークス・ノーティスの、 サウンドトラックに収録されている。ハードキャンディのツアー中、ドラマーのベン・マイズは、家族との時間を過ごすためバンドを脱退した。そして、新たなドラマーには、ベン・フォールズや、シェリル・クロウのドラマーを詰めたジム・ボギオスが加入した。ツアー終了後、長年ベーシストを務めたマット・マリーがバンドを去り、代わりに、ミラード・パワーズが加入した。カウンティング・クローズは、 ベストアルバムであるフィルムズ・アバウト・ゴスッツを2003年11月に発表した。2004年にはアニメーション映画シュレック2のサウンドトラックに楽曲アクシュデント・リー・イン・ラブを提供した。この曲はアカデミー賞にノミネートされて演奏が行われた。2006年6月、バンドはセカンドライブアルバムニュー・アムステルダム ライブエイティイネケンミュージックホール2003を発表した。このアルバムは2003年に行われたハードキャンディのツアーでのライを録音したものだった。2008年3月25日にスタジオアルバムサタデーナイトサンデーモーニングを発表した。2009年3月にデュリッツはバンドがゲフィンレコードから離れたことをホームページ上で発表した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。